はい、岩流れ。おいし。めっちゃなんか微笑みを浮かべて立っとるけど、負けてますよ、君。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ロケット弾を追いかけて、玉虫シティ方面に向かいますかね。どうも、大人のお姉さん。丸くてふわふわでぬいぐるみみたいなポケモン。なーんだ。プリン。多分。多分、今の特徴的に言えば、大人のお姉さんのももかが勝負を仕掛けてきた。ピッピか。確かに昔のポケモンでさ、ぬいぐるみって全部、ピッピの形しとったよね。さ、ここは、何で行きましょう。レベル26か。結構高いな。ミュウで。ミュウで行きます。ミュウもね、エスパータイプの技を覚えたからね、一応。あ、でもあれじゃない？ピッピってことは、格闘タイプが良かったんかな？ノーマルタイプやもんね。思ったんやけど、多分あれよね。フェアリータイプとかも入っとんかな？フェアリーが入っとるとしたら、私、フェアリーはね、何が効果抜群なのかが全くわからんねんけど、なんなんやろ。最高エール。この指を振るめっちゃ好きやった、私。なんかさ、指を振るってさ、めっちゃランダムで技が出るやんか。超楽しかったんよね。なんか運試しみたいな。何が出るかなーっていうので。ポケモンスタジアムのゲームしよったときに、ピッピとか使って、もうずっと指を振るしよった。運が良ければ勝てるし、運が悪ければ、なんか延々と攻撃できんみたいな。スピードスター。イッケーイ。かわいい。二人ともかわいい。やめてー、私のピッピに乱暴しないでよ。じゃあ戦闘に出すんじゃねえよ。ね、戦わせてる時点でだ。月の石でピッピがなんかに進化するってポケモンジャーナルで読んだの。本当かしら。え、ピッピ好きなのに進化系知らないんすか。あ、びっくりした。あれだよ、ピクシーになるんだよ。でもピクシーちょっとね、ピッピが体が伸びた版みたいな感じで、そんなに可愛いと思わんねえけど、ピーピッピは可愛いよね。ん？炎の石やん。炎の石めっちゃ普通に落ちとった。めっちゃこっちから入れるやんって思ったら違った。ここでいっぱいポケモン捕まえてるの。邪魔しないで。邪魔はしてないんだけどね。邪魔はしてないの。モンスターボールを拾いに来たの。エリートトレーナーのカレンが勝負を仕掛けてきた。お、エスパー。エスパー相手は何がいいの。エスパーは多分ゴーストが良かったよね。違ったっけ。いけ。いやー、あ、やばい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 。やばすぎるやばすぎるやばすぎる。ちょっと待って、ちょっと待って、ひ、困させて。相手誰だっけ。あれか。ふぅ、せっかく炎の石拾ったけんさ、ロコン進化させよっか。ロコン炎の石でやったよね、確か。あー、やばいやばい。待って、サイケ光線ちょっと最強じゃないですか。サイケ光線ちょっと、つら。辛いんですけど、やめてやめて、連続再起光線とかやめて。あ、やられるやられるやられる。岩なだれ。おーおー、よくやったよゴロン。よしよし。お、ロコンレベル22。ゴーリキーはロコンがいいんやけど、え、ロコンやったよね。よかった。回復させよっか。でもレベル的にどうなんやろ。とりあえず、まだ今のところポケモンセンターが近くてよかったな。今のところ近くてよかったな。何気にゴーリキ初めて見た。そんなことないかな。どうやったっけ。はい、いい傷薬。これで全開させます。
あ、レベルきついな。だってこっちレベル22やろ。向こう29って書いとったよ。あーやめて、地獄に落とさないでください。あ、一発ロコン、つら。これ体力なくってもあれよね。違う、戦えません。どんだけ不思議花でいきます。私、初めて戦闘不能になったんじゃない。つら。花びらの舞いけー。格闘ってあれやったよね、確か。飛行タイプか炎タイプやったよね。ふぅ、ゴロンレベル39。セミタックル。ゴロン何覚えとって。あーでもいいよ、セミタックルはいいよ。お邪魔しました。そっちがねこっちがではなく、ポケモン捕まえるとき2個目の木の実を投げると前の木の実の効き目はなくなっちゃうからね。あ、そうなんや。でも使ってすぐに回復したりとかするけん、別にこんな言うほどでもないんじゃないの。手持ちポケモン、待って、とりあえず回復してからにしよう。かわいそうかわいそうなので、ちょっと一旦戻ります。よしよし、お預かりしたポケモンもみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしてます。そして早速さっき手に入れた、あれはどこにあるんだ。どこにあるんすかね。ポケモンか、違う、強化ポケットかな。お、炎の石あった。ある特定のポケモンを進化する不思議な石、橙色をしている。はい、これをロコンに。おや、ロコンの様子が。これってさ、石使った状態で進化検出したらどうなるの。石は戻ってくるの。石だけ消化されるのかな。とりあえずもったいない気にせんけどやったね、キューコン、おめでとう。ロコンはキューコンに進化した。綺麗。ロコン可愛いけどキューコン美人って感じよね。綺麗。キューコンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。キューコン、キツネポケモン。9人の聖者が合体してこのポケモンに生まれ変わったと言い伝えに残っている。いや、素晴らしき。ってことで、進んでいきます。いいね、なんかこのみんながさ、不気味って言うるシオンタウンの BGM。それでも、ポケモンセンターに入ったら、軽快な音楽に切り替わってくれるけんね。どうも。俺は今時さすらいのギャンブラー。ギャンブラーか。初めて出てきたんじゃない？どうも。ギャンブラーの早期が勝負を仕掛けてきた。早期って感じじゃないけどな。名前が。お、アズマ王。待って、アズマ王相手にキューポンじゃダメだ。あ、いいね。でかくなったね。ここはピカチュウでしょう。そっか、ピカチュウは何レベル進化するんやっけとか今普通に思いよったけど、ピカチュウ雷の石かそうだったね、雷の石だったね。よし、ここで10万ボルトだ。イエーイ。やめてよ、角ドリルとか。ピカチュウに穴が開くでしょ。え、まさかのそんだけしか効かない。あ、でもそっか、あ、そっか、レベル10も差がある。え、怖い10もレベル差があるとか怖すぎるんやけど、ちょっと早くやっつけたい。あと1回か2回ぐらいかな。やめてね、そっちの攻撃当たらないでね。そっちの攻撃当たった時がめっちゃ怖いから。角ドリルご利用ししてくるんや。やめて。どれだけ減る。あー、一発一撃必殺はやばい。角ドリルってもともとそうやった。誰がなってもそうやったっけ。あ、不思議花で行けばよかったよな。そうやん、不思議花おったやん。ちょっと水タイプには電気だけじゃないや、草もいいんだよ。ほら、ここやったら同等やろ。だってほら、レベルが一緒やし。はい、効果抜群。オッケーオッケー。お、イーブイレベル28。ステミタックル、みんなステミタックル好きね。いや、いいです。だってステミタックルってさ、自分にでもダメージあったよね。ここ一番を逃すとは。
ここ一番。ああ、これもギャンブルの一環やったってこと。ギャンブルもポケモンも勝負には変わりない。始めたらやめられないのさ。なるほどね。この人は、研究者的な。君、ポケモン強そうだけど、理科は得意なのかい？あ、理科系のやつか。理系やった。理系の男やったっけ？何やったっけ？理科系でいいんか。理科系の男の意向が勝負を仕掛けてきて、怖いよ。顔が怖い。何それ ?iPad ですか？かわいい。ケースがかわいい。ドガースには何がいいんかな？この辺のポケモンみんな強いんよね。キノコ。毒タイプには何がいいんやろ？いまいちわからない。クレイド炎ではなかったっぽいね。炎ではなかったっぽい。でも炎に水とか、水に電気とか草とかはわかるんやけど、いまいち。炎の図しかしといたらよかったかな。空気汚いヘドロで、ベトベトに仕上がって、野球者に当たったやめてよ。あ、辛い。辛い辛い辛い。この辺のポケモンみんな強くて辛いんだけど、ゴロン。今のところ一番強いのがゴロンっていうね。もうちょっと可愛いポケモンを一番強くしたいんだけど。けどこういうのってさ、大抵なんか、相棒ポケモンが一番強くなったりとかするのが多い気がするんやけど、全然そんなことないな。はい、オッケー。よきよき、一匹だけあったよね、確か。タマムシシティ、タマムシシティまでどれぐらいかかるんやろ。ガーン、ばったり。君は理科はできるのかもしれないけど、ポケモンはちょっとダメだったね。僕はやっぱり勉強の方が合ってる。そうだと思うよ。なんかあっという間につきそうな気もするんやけどな。お、スピーダー。スピーダーはそんな名前やったっけ？なんかもっと違う名前やったような気がしたんやけど。まだまだなんかかかりそうな気がするな。あのね、戦いには戦略が必要なんだ。知ってるよ。ただしそれができないんだな。電気グループの杉尾が勝負を仕掛けてきた。あ、そっか、電気グループかこれ。もっとなんか違うやつやと。お、サンダース。サンダース、サンダースよね。あー、もうここゴローンね。いきます。サンダーとかサンダースとかね、似たような名前の子がいるから、どっちやったっけなーってたまに思うよね。全然大丈夫、余裕です。かわいいな。こう相手のトレーナーが普通にこういうポケモンを持っとるっていうのがね。イワナダレ、見えない見えない。見えるけど、常に見えてるけど。岩の台。よし。オッケーオッケー。でもなんか自分の連れ取る EV が進化させれんくっても、こうやってね、相手側でポケモン、なんかいろんな進化系出てくるけんいいね。理解できない。まあ、私は全然戦略的ではないからね。理解できないと思う。計算を間違えたか。いや、技の選択が、ブツブツ。おぉ、びっくりした。よっしゃ、戦って運試しするか。またギャンブラーだよ。どんだけだよ、ギャンブラー。ギャンブラーのケイシが勝負を仕掛けてきた。お、サイホーン。サイホーンってことは、え、どうなんやろ、不思議花かな。一応、不思議花でいきます。いけーい。とりあえず一回出したから、球根はレベルが上がってくれるはず。レベルが上がるっていうか、経験値が、まあ、みんなもらえるけど、多めにもらえる。あ、違う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 。多めにもらえるはず。よし、行け、花びらの舞。はい、オッケー。効果抜群。効果抜群ってことは岩とか地面ってことかな。今日は勝負運悪し。さっき向こうの人も運悪かったみたい。でも運も実力のうちっていうけんさ、実力がなかったっていうことなのではないかなっていう、ちょっとボソッと言ってみる。
く間には入れてくれない。やっぱりニャースって超可愛いの。ニャーニャーニャー、何言ってんだ。友達同士でさ、友達同士かわからんけど顔似すぎじゃね。ミニスカートのミキが勝負を仕掛けてきた。そういえばなんか金銀あたりからかな、双子ちゃんもおったよね。あれめっちゃ可愛いなと思いよったよね。さあここは何タイプで行くべきなのか。やっぱあれですかね、ゴローンですかね。へーい、ノーマルタイプに効くの。あ、でもニャースあれか、アローンのやつだけか。アローン、アローラのやつだけか。アローンってなんかアローラの方ではさ、悪タイプとかになっとったよね、ニャース。フェイント、このフェイント攻撃ってさ、あれじゃない、猫騙しと同じじゃない、なんか違うんかな。猫騙しも同じような感じよね。いやー当たらない、なぜ当たらないの。岩のだれの方がいいかな、岩のだれの方が範囲が広いとか。はい、全然効きません。そんな岩を切り裂いたってさ、無理だから。全然無理だから。はい、ごめんね、悪く思わないでね。お、キュコンレベル23、いいぞ。ニュース2匹も持ってんの、マジで大好きすぎるんじゃない、ちょっと。ニャース大、え、これ3匹ともニャースとかいうことないよね。ニャース、ニャース、ペルシアンとか。ニャース、ニャース、ニャースで来るかな。それはそれでなんか徹底しとってすごいけど。いけー、岩のだれ。よしよし。もう目の前でニャースが、めった打ちにされてるのはどうなんすか。君的にはどうなんすか。あー、本当に本当に3匹ともニャースやった、マジか。マジですか。しかもレベルも全部一緒じゃない、3匹とも同じタイミングで捕まえたんかな。1匹ぐらいアローラのニャースやったらいいのにね。担当タイプが好きなのかな。何、乱れひっかき。はい、岩なだれ。おいし。めっちゃなんか微笑みを浮かべて立っとるけど、負けてますよ、君。そんにゃー、そこまで徹底してるのね、素晴らしいと思う。もう、もはや素晴らしいと思う。いやーん、ポップもコラッタもかわいい。私迷っちゃう。いろんなポケモンを育てればいいと思うよ。ポケモンの見せ合いっこしてたの、参加する？いろんなポケモンを育てて、でもね、ポッポとかコラッタとか今更ここまで来て育ててもって感じだけど。ミニスカートのマミが勝負を仕掛けてきた。お、ピカチュウ。あれ、こっちの子は一匹なんやね。見せ合い、まあでも見せ合いっこって言っても向こうもニャースしかおらんけど。ニャースしかおらんかったけど。ここの地下通路を抜けたら玉虫シティやったんかな。なんか地下通路抜けてすぐのところやったよね、町。確か。違った？え、違いました？え、効果ないよ。しかし電気は効いてしまう。え、岩のだれ。何？何が効かんのやった今の。そのピカチュウ倒れる瞬間の鳴き声がめっちゃ好きなんだけど。かわいそうだけどめっちゃ好きなんだけど。ひどい、かわいいポケモンなのに。かわいいから手加減はしないんだよ。かわいいけども。山吹支店の警備員、ゲート通らせてくれないの。真面目だけど、意地悪ね。この先は何だったんだっけな。あ、待って。あいな、大きなキノコを見つけた。大きなキノコって何使うんやったっけな。なんかこれも売るだけやったような気がするんやけど、気のせいかな。あ、ゲートってもしかしてこれ？ここから地下通路、タマムシシティシオンタウン。あ、でもこれやん。タマムシシティ行き。どうも。このところタマムシシティの方でも居眠りポケモンが現れるそうだよ。居眠りポケモン？カビゴンのこと？カビゴンってさ、どこで現れるんやったっけ、あれ。なんか、どこやったんかな？結構初期の
初期というか最初の方の段階やった気がしたんやけど、気のせいかな。よくあったある。私この辺のさ、なんかアイテムの名前、小さい頃って特に何も思いやらんかったんやけど、めっちゃダジャレよね超絶ダジャレよね。何、よくあたる気にしてる？よくあたる飲みたいっすか？飲むものなんかちょっとわからんけど。はい、これで玉虫シティ側かな。あなたはよく行くの？玉虫シティのデパート、いろいろ売ってて便利よね。そうなの、玉虫シティの玉虫デパートいいよね。めっちゃいいと思う。お、これはびっくりした、7番道路か。はい、ということで、もうすぐ多分玉虫シティだと思うので、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか遠目に見て、さっきねこの辺でもロコンとかプリンがうろついてたので、可愛いポケモンが多いんかな。また捕まえていこう。